はい、ありがとうございます。はい、物件の契約今終わりました。今から市役所行きます。泉がこれ見てた八尾家の歯型の見てこの野菜の引き出し野菜の引き出しはい、仕事の打ち合わせがちょっとざっくり終わりました。はい、ちょっと帰りますどうしよう、家電を見てます。はい、見なしです。うん、まあ、最近日々なんかすごいなんか疲れてるんですけど、どうですか？多分今月が一番多分もうあれですね。はい、はい、おざす、今日はですね、息子を見に行く日です。この寒い木造からもおさらばよ。うちの奥さん今日も可愛いよ。この雨で農家さんきついよ。春さん、なんで傘を押さないんですか？楽しいから。はい、久しぶりのね、土砂降りですね。私自身も感染してないです。いや、病院が疲れますね。ん、病院が良いは疲れますね。疲れます。はい、南部です片道2時間40分合計2時間80分あれ、うん、ね、3月いっぱいまで忙しいけど4月から落ち着くからね。引っ越しも息子の受け入れも終わって、ハロー、ハロー、ミスターモーメン。飯です。昨日のお前のもらったお返事と はい、今日はね、役所関係としてやらなきゃいけない仕事とかあるんで、ちょっと今から行きます。エデン。すごいこの。うん。さすがお母さんだ。おりゃ。はい、飯です。よし、おやすみ。おやすみ。この家、なんか冷蔵庫で寝てるみたいで、全然寝てません。うん、体がずっとだるいね。暖房をつけても、俺暖房でなんかね、全然変わんないよね。筋トレもね、再開したいんですけど、この睡眠だとね、全然できないですね、まだ。今日も病院に行きます。ありがとう。だから言ったでしょ。いや、今日はちょっとカンファレンスとかなんかいろいろですね、詰め込んだ病院のスケジュールでしたね。どうでした今の気持ちは？かわいいね。すごい食べたがってたから。なんで？愛してるから。なんで？ありがとう。いやー、確かに今日疲れたっていうか、家が寒すぎて睡眠不足がでかいな、うん、はい、入食3回戦ですね、道中でケバブも食いました。ホワイトデーなんで食いました。何買ったの？どこで買ったの？セム。セム好きだね。セム。ヤオキのちゃんちゃんこ。はい、おざす。本日はね、入居日ですが、妻がですね、掃き掃除をしたいと
ということで、実際に入居できるのは明日からになります。はい、飯です。はい、まあ引っ越しらしい準備はまあ全然してないんですけど、とりあえずあの大きい家電家具はまあ新品にちょっと買い替えようということで、ジモティでね、はるちゃんが売却しました。うわーパン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 。はい、じゃあ今からですね、新居の掃除をする文化がいいんじゃないので、通常したいと思います。はい、進行きました。鉄骨像、もう中に入っただけであったかいです。ありがとうございました。新居です。どうですか、どんな気持ち。掃除します。光りいいですね。もう木造じゃないんで、はい、はい、寒くないし、日当たりもいいし、暖かいです。そう、まあ、いい暮らしさせてやるから、お父さんか。見たことないんだ。もうこんなもの、こんな収納まであるなんて。防空壕です。うん、防空壕すごいね。容器の防空壕。は、うん、ーい、こんなクリアリーな私久しぶりに見た。本日の前菜、山伏茸です。いや、引っ越しもあってね、明日引っ越しでやってちょっとね、ようやく落ち着きそうですね。子供のね、受け入れも来週やるんですけど、うん、まあ、今月で落ち着きだそうです。ね、本日はこのカレーの煮付け、カレーが非常に安かったんでね、これでカレーの煮付けを作りたいと思います。はい、飯です。はい、一通りですね、煮作りが終わりました。やっぱね、荷物少ないっていうのはいいですね。はい、今日一日お疲れ様のいちごちゃんです。いやー、3月はだいぶバやばいよ、バタバタしてますね。いよいよ引っ越しです。今からね、レンタカーを借りに行きます。いや、今日ほんと寒すぎてね、起きちゃったからね。ガチレンタカー、はい、1時間半ぐらいで、引っ越し完了です。はい、退去準備完了です。で、今からイケアレッツゴー。間違いなければ外見口へどうぞ。待ってるねーよ。こっち立っちゃう。これはもう花はもう取りすぎ。椅子2つとか机1つとかいろいろと買いましたがですね、これで、1万5000円ぐらいでしたね。安いですね、IKEA。はい、帰宅しました。疲労困憊ですね。今日まだ退去の立ち会いがあって、まあ、いよいよ終わりって感じですね。で、明日ちょっと散髪とかね、行こうかと思います。なんかすごいひもじ夫婦みたいになってはい、今日はね、非常に疲れたんで、このね、市川駅の近くにある中華料理屋で飯を食います。結構ね、なんか、本格的な中華料理も、中華も入ってると思う。中華でそんなもんね。あ、どうぞ。はい、ナイスです。
はい、ちょっと中華料理屋をね、これ出ましたね、10分ぐらい出ましたかね、5分ぐらいかな。はい、食べ直しましょう。はい、洗濯機も届きましたね。もう今までこの中古派だったんですけどね、この子供も、ね、生まれってことでなんか新しいものね今回買いました。はい、100均でちょっといろいろ買ってますね。はい、飯です。はい、帰宅しました。なんかいろいろやって、で椅子がですね、我が家にようやく来ましたね。で、花ちゃんはシールをひたすら剥がしてますね。食べましょう。ディナーを。はい、じゃあ飯です。最近なんか夜飯2回ぐらい食ってますね。はい、話はなんかゲームの組み立てをしてます。やってみて、向けて、横にしないで、横やめて。いや、お前、回してはやってくれると思ってんでしょ。もう厳しい、私母だから厳しくいくか。そういうの関係ないじゃん。おー